ジャズにおける251コード進行251は最も基本的で頻繁に使われる進行の一つです。この進行はほとんどのスタンダードジャズ曲に登場し、その理解と習得はベーシストとしてのスキルを大いに向上させます。その中でもスタンダードナンバーの枯葉は251進行を学ぶための絶好の教材となります。枯葉は典型的な251進行が複数のキーで出現します。 これにより異なるキーでの251進行を体験でき自然と指板上でのポジションの移動がスムーズになりますさまざまなキーでの251進行の演奏はどのようなキーでも即座に対応できる柔軟性を養うことができます ハーモニック分析と基礎スケールの決定。ジャズスタンダードにおけるハーモニック基礎要素。ジャズスタンダードのコードレパートリーを包括的に分析する前に、2つのコード進行を別途議論する必要があります。これは、それらが独立しており、その結果として、キーの様々な段階で、独自の進行パターンとして現れることが理由です。 これらの独立性がコード機能の理解とそれに基づく機能分析そのものに大きな影響を与えることが明らかになるでしょう。そのため、これらのハーモニック基礎要素の説明は包括的な分析の前に行われる必要があります。ジャズカデンツ251、251パターンに従ったコード接続はジャズスタンダードにおいて最も一般的です。なぜこのコード進行が特に重要なのかを問うことができるでしょう。 まず、メジャーキーにおける状況を調べるべきです。以下の理由が挙げられます。2-5-1パターンのコードは、すでに3和音を元にして合わせると、完全なダイアトニック音材料を形成します。1コードは、ドミナントを経由して到達するため、特別な重要性を持ちます。コード進行は、ほとんどが5度進行で構成されており、これが特に価値を持ちます。全体像は、次のような有利なテンション曲線によって特徴づけられます。2安定性が低い5。 不安定1安定2のマイナーセブンスコードは1のメジャーコードよりも安定性が低く5のドミナントセブンスコードはトライトオンを含むために不安定ですマイナー251バターンカレンツの場合の状況はメジャーと類似していますただしコードによって形成される音材料は5度の音にあるドミナントセブンスコードのためダイアトニックではありませんマイナーの場合テンション曲線は明確ではありません 自然に2のマイナーセブンスコードは2のハーフディミニッシュのコードよりも安定しており5のドミナントセブンスコードは両方の2と5がトライトーンを含むためより不安定ですしかしディミニッシュセブンの2コードは5のドミナントセブンスコードよりも安定していますこの理由は5のドミナントセブンスコードに起こる変化にありますセーブ進行コードをつなぐ際には各セーブが必要以上に動かないようにするのが望ましい 大きな跳躍は避けるべきであり、二つのコードが共有する音は可能な限り同じ西部に止めるべきである。シェーンベルク1954年、ドミナントに関連する西部進行には特に注意が必要である。 これは、含まれる不協和音や、同音の解決が影響するためである。元々のドミナント解決では、ドミナントセブンスコードが3和音に解決されていた。ジャズハーモニーが4和音を元にしているため、特別なセーブ進行が必要となる。目的の和音が4和音になる場合、3度は髪型ではなく、気温から次のコードの7度に導かれる必要がある。これにより、次のようなセーブ進行が得られる。気温から5度、5度から気温。 三度から七度、七度から三度。このセーブ進行は、ドミナント解決だけでなく、すべての五度進行の、セブンスコード進行においても適用できる。これを、2-5-1進行の例として示す。五度進行の、セブンスコード進行のための、基本的なセーブ進行。表示されている、基本的なセーブ進行は、五度進行のセブンスコード進行の基礎であり、その後のバリエーションの基盤となります。しかし、実際の演奏ではほとんど使われません。 これは、ベースラインが通常、気温から気温へのセーブ進行を割り当てられるのに対し、上部セーブでは、気温を使わないことで、無色差を避けるためです。気温をベースに移動させることで、コードをナインスコードに拡張する際に、簡単に実現できます。これにより、次のようなセーブ進行が可能になります。気温から、気温。 3度から7度、7度から3度、5度から 9th、9th から5度。この西部進行も、すべての5度進行の、セブンスコード進行において機能します。これが2-5-1進行です。9th コードにおいて、気温から見たとき、セブンスコードが得られます。これらは縮小された、9th コードと呼ばれます。これらは、それ自体で、5度進行のコード進行を形成し、基本的な5度進行の、セブンスコードの西部進行を示しています。 この非常に整然とした構造は、実際にはドミナントコードにおいて、5度が13度、13th またはフラット 13th に置き換えられることが多いため、失われます。これは特徴的な一貫性によるものです。13度を使用することで、より色彩感とダイナミクスが得られます。ドミナントコードが5度進行で達成されると、その13度が前のコードの 9th から導入されます。 ドミナント解決の際には13度が目標コードの 9th に解決します。つまり基本的な5度進行の 9th コードの西部進行は251進行ではほとんど完全に保持されます。唯一 9th から5度への進行が 9th から13度、そして再び 9th へと置き換えられます。Bb7th コードでは同音となる小さな 9th を大きな 9th に上げて重要なフラット 9th のインターバルを回避しています。 代わりに、ナインスを省略し、気温を使用することもできます。こちらは、メジャーキーとマイナーキーにおいて、2-5-1進行で、各セ部ブが、通常どのように進行するかを示しています。最後に、ここで示されているすべてのセ部ブ進行では、5度進行のコード進行が、3度から7度、7度から3度へ導かれることが特徴です。これが、ジャズ特有の3度7度のセ部ブ進行と呼ばれる理由です。アルタレーションにおける、セブ進行。 ジャズでは人工的な動音を含むドミナントコードが非常に好まれます。動音として緊張感を持つ音は主音から単二度の距離にある場合に平行効果を持ちます。以下は平行効果を持つアルタレーションに関する説明です。主音のクロマティック上昇により上昇する緊張を持つ動音が生成され、エンハーモニックで音符として記されます。 主音のクロマティック加工により、加工する緊張を持つ同音が生成され、エンハーモニックでフラット音として記されます。平行効果を持つ音は必ずしも解決する必要はありません。解決しない場合でも、ある種の緊張感が生じます。これは文脈によって問題がないこともありますが、場合によっては解決されるべきとされます。頻繁に解決されない場合、聴感上の印象がすぐに不満足になる可能性があります。 多性的な編成においては、例えば、ジャズピアノの伴奏でのボイシングにおいて、平行効果を持つ音が、他のセーブで解決されることがあります。また、オクターブ上の音で解決することも、基本的に可能です。このような代理解決では、音響的に説得力があるかどうかを、常に確認する必要があります。ここでは、ドミナントコードにおける、アルタレーションと、それに伴う、声部進行の可能性について説明します。 まず、メジャーキーにおける2-5-1進行の状況を説明します。マイナーキーの状況も同様です。気温3度および7度。気温3度および7度はアルタレーションされず、これらはドミナント機能において重要な役割を果たします。5度、5度は2つの方向にアルタレーションできます。髪型のアルタレーションは2-5-1進行において1、5、3の西部進行を導きます。通行度の気温を使用するのは不利です。 したがって、この西部進行は、時々メロディー的に有効であっても、二次的な意味しか持ちません。5の音をフラットサーティーンスとして使用することは、特に重要です。ドミナントコードの5度が2-5-1進行においてフラット化されると、1、5、1の西部進行が導かれます。これは、目標コードの高音域で、気温の2つの例を伴って進行するため、西部進行において不利です。ベースラインにおいては、この5度の低下が、特に目立ちます。 5度がフラットフィフスとして記される場合、それが特に際立ちます。251進行におけるドミナントコードのシャープフィフス、およびフラットフィフスの西部進行を示すこともあります。B フラット7コードにおいて、リーディングトーンであるフラットナインスはシャープナインスに引き上げられ、フラットナインスの重要なインターバルを回避します。また、ナインスを省略し、気温を使用することもできます。 メジャーおよびマイナーの2-5-1進行における各セーブの通常の進行方法、ナインスもまた2つの方向にアルタレーションが可能です。加工するアルタレーションは指進行において5-9-5のセーブ進行を導き非常によく使用されます。ナインスの上昇アルタレーションは9の音に導きます。この上昇アルタレーションに従うと V 進行では5からシャープ9へそしてメジャー7へのセーブ進行が得られます。 ただし、シャープナインスは、しばしばフラットテンスと呼ばれることもありますが、これは主に、元々の進行の中で、二つのフィギュレーティブな音の並びが原因であるとされています。これにより、2-5-1進行では、5からフラットテンスへ、そしてフラットナインスへ、そして5度へ、もしくは、5からシャープナインスへ、そしてフラットナインスへ、そして5へのセーブ進行が得られます。そのため、フラットテンスの代わりに、シャープナインスの表記が用いられます。 この違いは、シャープナインスが、西部進行の中で、エマンシテーションを遂げ、5から、シャープナインスへ、そして、5の進行が導かれるためです。シャープナインスと、フラットナインスの表記の同時使用も可能で、ボイシングでも見られることがあります。テンス、通常、3度が欠けているか、少なくとも3度の下に配置され、小さなナインスのインターバルを避けるために、テンスは使われます。この場合、サス4コードと呼ばれる、特殊なコードが作成されます。 上昇アルタレーションにより、シャープイレブンスが得られます。トゥーファイブワン進行において、セブンスからシャープイレブン、ナインスの非常に魅力的なセーブ進行が得られます。このセーブ進行が上向きであることは特筆すべき点です。サーティーンスサーティーンス、つまり13度は1方向のみにアルタレーションが可能です。加工するアルタレーションにより、サーティーンスの音が生成されます。 2-5-1進行において、9th, flat 13th, 9th の西部進行が得られます。不規則な解決。ここで言及すべきは、2つの不規則な解決法です。1つ目は、9の上昇解決正確には、8と呼ぶべきですがです。この場合、2-5-1進行で 11th, flat 9th, flat 13th の西部進行が得られます。この場合でも、西部進行は、上向きです。5、フラット 9th, 5と同時に行うこともできます。 フラットナインスの不規則な解決は、ワンコードにサーティーンスを導入するための最もしまった方法です。もう一つの不規則な解決は、気温を目標コードの11に半音下げる方法です。これはメロディーや上部セーブにおいて非常に効果的です。2-5-1進行では、5 1ブ,ブンスのセーブ進行が得られます。ワンコードのイレブンスにレゾナンスする不協和音は人気があり、セーブ進行の観点からも合理的です。 マイナーズマリ誕調における251進行、マイナーにおける251進行の場合、セーブ進行はメジャーの場合とほぼ同様に進行します。ドミナントコードはハーモニックマイナーフィフスビローという気温と密接に関連したトーンを持ちます。したがってメジャーのミクソリディアンのドミナントとは異なり、9や13のオプションがあります。これらのオプションはメジャーの目標コードの5度や 9th と同じように扱われます。 西部進行の類似性は明白です。すべての規則的、および不規則な西部進行は、目標コードの音響的解釈。エオリアン、ハーモニックモール、メロディックモール、またはドリアン、もしくはメジャースケールからの釈用に関わらず適用されます。通コードとしてのマイナー7話音の使用もマイナーに適用されます。唯一注意が必要な2つの音は、モールでのダイアトニック音である、フラットナインスとフラットサーテーンスの上昇バリエーションです。 シャープナインスの使用。シャープナインスの使用は一般的ではありません。これはこの進行が音階的に上昇する場合のみ意味のあるセーブ進行を生成するためです。この場合、問題のセーブは次のように進行します。シャープファイブからナインス、フラットセブンメジャーマイナーセブンコードの使用はセーブ進行が空白に終わる原因となります。メジャーレンス調、13度、メジャーデンスの使用は現代のジャズ即興演奏において ますます一般的になっています。ここで人気のある西部進行の技術的な誤りを避けるために、シェーンベルクの言葉を思い出し、クロマティックな上昇による動音を考慮することが重要です。マイナー単調のドミナントにおいて、13はダイアトニックな13のクロマティックな上昇アルタレーション。であり、上昇する西部進行が必要です。加工解決は、サーティンスを事前に、フラットサーティンスに戻した場合にのみ意味があります。 特に超13度が2-5-1進行におけるドミナントで解決する際の強烈さは、この音が基礎となるマイナー調整の主音であることによって説明できます。マイナーの2-5-1進行において、フラットナインス、サーティンス、イレブンスのセーブ進行が得られます。マイナーサードやフラットナインスにおける間違った加工解決の音が不満足なものであることは明らかです。実際、上記のセーブ進行は通常、修正された形で使用されます。 2コードにおけるダイアトニックなフラットナインスは問題のある音であり、西部進行の技術的にはあまり重要視されません。そのため、フラットナインスはしばしばナチュラルナインスに置き換えられます。マイナー251の進行では単にナインス、サーティーンス、イレブンスの西部進行が得られます。